速さのこと考えてとにかく10秒以内に作らない。そう、ゲーム性だから最初言ったように未完成でもそうなるほどね。未完成なアイデアを今度ちゃんと10秒にしましょうね。あれなんですかね。もう照れてる。もう照れてる。ちゃんと僕のこと正確考えてる。すごいね。ちょっと待って、カルさんってどんなあれなの？全然知らんのやけど、リベロ知ってる？なんかね、めんどくさい女は嫌いだみたいにこの間言って。さっぱりする方が好き。何？じゃあ体の関係で言いましょうみたいなのが今。まあそれは今ノーコメントでしょ。よーい、ドン。1、2、めっちゃ正面から外れてますね。3、4、厳しいな。厳しいな。小木さんからってことですかね。小木さんからだね。こういうこと、こういう置き方するのか。そういうことね。はい。どうぞ。命よりも大切な女神、君に見ていてほしい。結婚しよう。なるほどね。はい。笑える。なんだろう。めっちゃ笑えるんだけど。なんだろう。面白すぎる。はい。はい。はい。じゃあ次、さきちゃん。はい、行きます。僕はどうにかなってしまいそうだ。結婚しよう。こういうシンプルなマリってことだよね。そう、2枚だけ。相手の気持ちさえ動かす。川口さんのためことを持ってやりました。よし、俺よね。俺すごい川口さんさっぱりした人がいいんでしょ。なんでちょっとさっぱりしたプロポーズ考えました。僕の僕にそっと触れてごらん。一緒の墓に入ろう。結婚してください。最悪だ。もうそれさ。さっぱりしてるでしょ。いや俺でも一番この3人の中で一番笑顔にしてるかもしれない。そういうことね。こういうこと言う人といたら楽しいのかもな。上級者だな。このカードの使い方よ。そうね。これね。一回やったことある。あそうか。あ、これ決まったな、これ。決まっただろう。決まっただろう。結婚してください。結婚してください。そうだね。やった。解説していいですか。そう、解説が楽しいよ。命よりも大切な女神って言われると重いですよ。もう。さっぱりしてない。そういうことね。わかる。さん、言ってたもうダメだって。そうなんでね。君に見ていてほしいっていうのは嫌いじゃないんですよ。ああ、なんか難しいな川口さん。そうだから命よりも大切な女神って言われちゃうともう重すぎて。ああ、でもストレートは響くんだ。ストレートは響く。まあストレートっていうか君に見ていてほしいっていうのって主観的じゃん。そうね。わかる。見ていてほしいんでしょ。ああ、はい。だから自分のことを考える人じゃない。でないと僕はダメなんです。もうすごい今必死に恋愛観を伝えてくれてる。この場をお借りして。ちょっと僕の正直言えばよ。一緒の墓に入ろうは僕にとってはめちゃくちゃ重いんですよ。もう取ってつけたような。重いんだけど。もう前半の僕の僕にそっと触れてごらんっていうここで打ち消されてる。打ち砕かれる。打ち砕かれてるっていう。はっきりしたい人の方が好きなんですよ。大丈夫ですかそれ使ってる動画で。これどうやって。次は小木さんにプロポーズします。はい、プロポーズされます。ちょっと。はじめ。もう乙女になったよあの顔。一つ。やだ、考え方がやだ。さあ、俺放送できないかも。そういう林くんはどうなのよ。